空手母国日本の誇りはこの男が守る。田中健太郎。2002年の全日本大会で見事3位となり、一躍注目されたシンデレラボーイ。そして田中はなおも進化を続けている。我々が期待する時代の世界チャンピオン候補ですけど、だからこそこういう舞台でその鍛えていってほしいなというふうに思いますね。オランダ格闘技界の重鎮ハンス・ナイマン。あの前田明と名勝負を繰り広げた実力者である。この一撃の舞台で田中はさらに進化を遂げることができるのか。若武者に今試練の時が迫る。倒して勝つことに極真の魅力というのがあると思うんで、それを伝えられるように頑張ります。田中健太郎 VS ハンス・ナイマン。白180センチ85キロ、極真会館田中健太郎。極真日本次世代のエースです。田中健太郎23歳。赤187センチ112キロ、ハンス・ナイマン。オランダ格闘技界の重鎮、かつてリングスプライドでも活躍、ナイマンが帰ってきました。この試合は一撃空手ルールで行われます。いきなり下段伸ばし、おっとっと倒れた相手に上から正拳を下ろしてきましたナイマン。ちょっと早くも試合が中断しています。谷川さん、はい、一撃空手ルールということで、これ極真のルールに基づいてと、そうですね、準じてということですね。素手ですので、顔面パンチはなしなんですよ。はい、あまた顔面入った。これはちょっとナイマンがこれ久しぶりに道着を着てということなんですが、ちょっとそのあたりの不慣れな点が早くも出てますね。そうですね、顔面への手での攻撃というのは禁止されています。おいきなり後ろ回し蹴り、政権をついていく。でもやっぱり本当にハンス・ナイマンですね、そう、あ、また顔面だ。この試合とかやってたんで、はい、ちょっと顔面っていうことにですね、ちょっとこのルールに対しての慣れてないですね、ちょっと良くないですね。だから、ここでドクターチェックです。早くも一撃初めて登場しました田中健太郎。極真空手若手のホープなんですが、この顔面へのパンチ、そうですね、これは良くないですね。ちょっと顔面が赤くなっています田中。さあ右の上段から左の中段回し蹴り、膝を出すナイマン。4年ぶりに日本に帰ってきました政権好き。後ろ回し蹴り、下段回し蹴り、下段回し蹴り、得意の下段回し蹴り、田中行く、政権をついていく。あ、顔面だ、顔面に入った。ナイマンまたしても顔面に入れてしまいました。あーっと、ちょっと視界が割れました。これは一度ならずとも二度三度ですからね、顔面への攻撃。これはね、やっぱりルールの方が顔面にとってこういうところが難しいところですね。でもちょっとナイマン良くないですね。久しぶりの日本でのこの戦いなんですが、顔面へのこの禁じ手、昨日の左完全に入ってます。これ昨日のですね、ロール説明できちんと説明してるんですよね。ですよね、進めます。やはり失格ということになりました。失格ですね、これは本当によくない。田中健太郎流血してますが、反則勝ちということになりました。